ようございます。ここは、種山を過ぎて、遠野市小友町って書いてます。まあ行ったことないんで、まあ、どこまで行けるか行ってみたいと思います。昔はというか、かなり前に側溝ができてるんですね。脇にありますね。
は猿なしの実です。あ、熟してます。食べてみます。うん、うまい。これは本当にキウイフルーツの小さくしたような実なんですよね。ただ食べ過ぎると下痢します。なんか消化酵素があって、だから便秘の人にはいい果物ですね。うわ、悲惨だな。いや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 、おお。このスズキのセンシングっていうかギリギリで止まるようなセッティングみたいなんでびっくりするんですよね。やっぱ、あるところには猿なしの木がいっぱいあるんだな。間違って山ぶどうとかってないかな。それこそ何十年って山ぶどうは食べたことないっすね。鹿が随分、私の小さい頃は本当にまれにしかいなかったんですが、まあカモシカは昔からいたんですけど、まあ遠野というか、まあ沿岸の方からどんどん、まあ暖かくなってっていうか、まあ間違って通らないかな。今日はまあ山に入ってキノコ取りをしようとしたらば、そこの山の木は全部切られてましたんで、キノコ取りにはならなかったですけども、お昼くなったな。昼くなりました。ただまだ遠野市乙武町です。さあ、この先道があるんでしょうか。また狭くなります。いやいやいや、なんだこの、ねえ、木としては杉の木、松木、柳の木がでっかいのがあります。え、行き止まりか。あ、違う。あ、あのナビの方に水が出ました。あ、一応ここは、林道になってるみたいですね。徐行の看板がありました。奥に行けば徐行になってますね。これで行きで帰れると思います。わあ、すごい雨だったんだな。すごいな。やっぱり、まだ遠野市ですね。さあ、どれぐらいなのか。まあ、油は半分あるから。250キロは走れると思うんですが、
遠野市にかかってると思わなかったですね。まあ2件は分かってたんですけど、3つにまたいでるとは思ってませんでした。道理で早知根さんが見えるわけですよね。早知根さんを撮りたくて来たんですが、朝もやというか、まあ今日は曇りの予報なんで全然見れなかったですけど、分かれてますが、ナビの通りだと右に曲がらないとダメみたいです。なんかどんどん遠野の奥の方に行くみたいですね。参ったな予想に反してこれはやばいな。戻るにしろそうか、考えが甘かったな。どんどん多分沿岸の方にというか、奥州市と遠野市の
なりボロボロですが、舗装ですね。砂利道ではないです。ありますね。お、向かってくるかな。見えるかな。ちょっとアップにします。はい、見えますかね。はい、アップにします。いかにも飛びかかりそうです。今、約80メートル先です。はい。はい、おー、すごい角だ。わあ、すごいな。でっかい角です。こちらを伺ってます。わあ、でっかい。体高は1メートル余裕でありますね。角混ぜたらば私の身長ぐらいありますね。下手すると、まあ2メーターは絶対ないでしょうけども、かなりでかいです。もう警戒してます。やばいな。よっ。あー、お、逃げた。おー、でかい。あー、びっくりした。はい、すいません。一応逃げてくれたんで助かりました。まあ、60メートルぐらいのとこにいましたね。なんだ、ここであれかな。あ、体がなんか、あの、泥浴びっていうか、したような跡がありますね。うん、一応、獣道でしたね、そこは。まあ、やっぱり、いたな。あ、びっくりした。まあ、私は熊見たことないんで一回見てみたいんですが、熊見たらば午前7時になりました。多分やられそうですね。来たいようなところだな。すごいな、すごいな。ゼンマイのホタがいっぱいありますね。ただ、笹やぶというのが難点ですな。まあ、笹やぶは、まあ、動物が歩けば音はするんですが、例えば潜んでる場合は本当にギリギリまで行かないと見えないんで怖いんですよね。はい、一旦止めます。